作ってるところも見せていただいたんですけど、本当に皆さん一生懸命頑張ってくださってるんで、なんかそれ見たら、あ、余計頑張んなきゃいけないなって歌って、まあ、映画の主題歌でもあるんですけども、こう本当自分も恥ずかしがってられないっていうか、一生懸命やんなくちゃいけないんだなって思いました。抱きたい、おっとっと肩が折れちまうスレスレの
ゼリー。はい、こんばんは。どうですか、この落ち着いたモードね。今日の京都はかなり涼しいですけども、はい、小泉京子ちゃんはですね、京都会館でコンサート終わりまして、その後、この二条城の前にあります京都国際ホテルのこの素晴らしい庭園に来てもらったと、こういうわけなんですよ。そうですか、いいですね。あれ、京子よ、あ、お茶をやってらっしゃるの？やってるんです。京子はね、あの、意外とというと失礼かもしれないですけどね、こういう純和風のものが大好きなんですよね。というわけでね、今日はあの高島さんの指導を得ましてね、茶道のお勉強してるんですよ。そうですか、キョンキョン、あの、どうですか、実際にやってみた感じは。難しいですね、あんまり女の子らしくないから難しいんですけど、でも一度やってみたかったんで嬉しいです。ああ、そうですか、はい、あ、高島さんどうも今日はご苦労様でございます。来ました、もうおやつの完食ではおせんべいが大好きというね、キョンキョンでございますけれども、それでは今週の第6位、小泉京子さん、半分少女。ごめんね、怯えてしまう。
返すのあいつ大混乱のディスコカラオケ
おとなしい子じゃいられないほどあなたが好きよ。してんねんなお子ちゃん、どっか行ったの？え、この間沖縄で少し。本当、はい、ね、健康そうな、ね、色してますけどね。はい、夏場でありがとうございました。はい、ね、はい、頑張って。アマチュアの時だからね、しょうがないけど、なんか、ね、こういう感じでね、楽しく僕は拝見しましたけど、やっぱり嫌です、恥ずかしい。嫌ですね。まあね、キョンキョンはね、こうしてあのスター誕生という番組をきっかけに、はい、あのこうして現在活躍できるようになったという番組でございますけどね、はい、その番組が終わってしまうっていうのはさっきちょっと寂しいって言ってたけど、もっと他にどんな気持ちありますか？そうですね、あの、うん、プロデューサーの方が一時お休みっていうふうに言ってたんですけども、やっぱり寂しいし、まだまだね、私みたいに歌手になりたいって思ってる人がいっぱいいると思うんでね、あの早くまたやってほしいなと思います。そうですね、はい、はい、ということでございました。それでは歌の準備を曲してください。お願いいたしますね。
若く